ストレッシュ会からお疲れ様です。シーナッションです。3度の飯よりエロが好きっていうことなんですけれども、今回はですね、AV 男優に NG なしの質問コーナーをしていきたいと思います。なんか、こういう人と撮るのが初めてなんで、ちょっと緊張してるのがウケるよね。とりあえず、まあ、来てもらいましょうか。こんにちは。現役でやられてるので、はい、ちょっと質問者にね、いくつか質問をもらったので、はい、それをピックアップして、はい、この方にちょっと答えてもらおうかなと思います。はい、お願いします。じゃあまずですね、自己紹介から、はい、名前はナルミヤジンです。みんなからはジンくん、ジンくん、ジンちゃんとか言われてますね。ジンちゃん、ジンちゃん。僕は AV 男優なんですよそうですね。企画壊れちゃう。AV 男優でもあるんですけれども、うん、男性と男性と、はい、いたすこともある。え、男性同士のもある。そうですね。そういうのも自分で、個人的に活動として行ってます。僕、鳴宮仁自体の活動歴って言ったら、ちょうど1年ぐらいですね、今。すごい、1年で。1年です、今。Twitter 今どれぐらい？Twitter が、もうすぐ多分22万人いくかな。すごいよ。異例だよね。いや、嬉しいことに。ありがとうございます。ご視聴ありがとう。急に締められる。今もうエンディングでそうだと思う。じゃあ最初の質問ですね、はい。純粋になぜアダルト男優になったのか知りたいです。なぜアダルト男優になったのか。きっかけっていうか。きっかけはですね。まあ、もともと何の仕事？僕もともと建築現場の職人さんですね。おー。イメージが。5、6年ぐらい働いてて、まあちょっと嫌になってしまって。一日の都合で。そうですね。そう、嫌になってしまって、もう仕事をするモチベーションが全く出なくなっちゃって、本当に辞めてからのことは何も考えずに辞めました。本当に一回ね、会ったことがあって、撮影する前に、もっと、このなんか夜の、そういうアダルト系の界隈って結構みんな、なんかもう悟ってる感じなんだけど、ジン君に関してはマジで少年だ。まっすぐないよね。そこで仕事辞めて、はい、辞めました。どういう流れで。辞めて、特に考えてなかったんでどうしようかなってなってて、僕の友達がゲイマッサージを経営していたっていう人がね、やっていて、で、そこで働かせてもらって、で、最初はもう特にそのマッサージでっていうか。そうですね。ほんと単に短期間です。3ヶ月とか。はい。まあでもそれだけで一応生きてはいけるぐらいの収入は。ああ、なるほど。入ってくる。よかったよかった。急にやめて。路頭に迷わなくてよかったね。そうなんですね。その時に来たお客さんでゲイビデオを撮ってるっていう方がお客さんとして来て、まあスカウトっていうんですかね。あ、そうだ。出てみないかと。言われて、もう仕事も辞めてるし、うん、何にでも挑戦できるんで。多すぎ？カメラ絵とかなかったの？カメラ絵は別に何もなかったです。なんか僕はだからそのゲイマッサージで働き始めた時も、結構ワクワクの方が強かったですね。ああ、でもすごいね。まあ、緊張もあったけど、ワクワクの方が強かった。初めてやることってやっぱ何でもワクワクするんで僕は。ゲイマッサージとか。こういう感じなんだって思いながら。もう、シンプルな好奇心で届けてた。ここ押すと喜んでくれるんだ、みたいな。もっと押してあげよう、みたいな。ああ、すごい。何しても上達する。そこはスカウトされて、スカウトされてて、いつ？去年の5月とかですかね。あ、なるほどね。5月とか。出ます、僕は。出たんだよね。出ましたね。撮影して、世に出たのが8月からってこと？ゲイビデオ自体には、もう5月に。あ、ね、ツイッター始めたってその時期だけで。そう、出てます。出たのは5月から。出てるんですけども、なんか最初は僕は、ナルミヤジンとして活動させてもらってるけど、うん、その時はなんかナルミヤジンではなかったんです、まだ。うん、あ、まだ違うのね。なので、ゲイビデオには出ていたけれども、顔は出てない。あ、なるほど。そう、そのビデオでは。最初はもうゲイビデオから。スタート僕ゲイビデオです。ゲイビデオで、初めて撮ったやつは、確か、一人G行為ですね。一人G行為。いやいやいや、いやいや、でも初めてのやつは、まあソロってことだよね。ソロです。あ、でも、顔は隠してて。顔は隠れてました、それ。なるほど。あったんだ、その時期。で、そうです。しかも、今となっちゃ多分想像もつかないと思うんですけど、うん、その時は金髪でしたね、僕は。え、マジ？金髪のアップバングでしたね。前髪より。今はちょうど伸びてるんですけど、基本的に、まあでも最近まではずっと短髪でした。あ、そうなんや。短髪でした。僕、本当は、昔はこんくらいなんですよ、髪の長さ。ああ、うん。で、なんか最近は、やっぱ、自分らしくいたいなと思い始めて。
前髪で表したかった。前髪ある方が僕なんですよ。なりたかったっていうよりかは流れで、本当流れですね。でなったみたいな流れですね。もう僕に、僕はそういう運命だったんですよね、きっと。だからいい感じにこう玉が飛んできたのを全部打ち返してるから。なんかもなんか何の考えもなく、ためらいもなく、そうです、ね。打っていったら進んでいったみたいな感じ。そうですね。そんな感じです。演技わかるもんなんですか？演技っていうのはまずあれあのプロとやってる時はどうなの？はい、ああぶっちゃけるとわかんないです。わかんない。わかんない。もうわかんない。わかんないですけど、わかんないですけど、一緒に撮影させていただいてて、テクニックとかは、やっぱすごいなぁとは。あー。じゃあ、ジンくん自体のリアクションは、はい、あれは演技じゃない？僕自体のリアクションは演技もあります。ああ、そう。僕は。はい。あ、でもさ、そもそもさ、ノンケなの？僕は、ノンケですね。ああ、ノンケです。はい。男性同士とするとって、はい。それ、なんか、興奮はするの？興奮はしてないけど、しないと、やっぱ、射精？うん、大丈夫です。撮影することでできないから、うん、でもどうしてんの？男性と僕撮影するときはいわゆる勃起薬を絶対飲むし、それを飲んだだけででも射精には至らないんで、射精するまでに関しては頭の中でプライベートでのエッチなそのことをもう猛烈に鮮明に思い浮かばせてそれで射精してます。あ、それは今も変わらずです。今も変わらないです、ね。すごい。マジでプロじゃん。絶対持参してるってこと？その男同士の現場。あ、そうですね。ないと結構きついから。すごい。やっぱあれなんやね。なんか他の質問もあったんやけど、男同士とやってて、目覚めたりとかしないんですか？今んとこ目覚めてはないです、ね。あ、今んとこ。今んとこ目覚めてるけど、でも分かんないですよね。いつか目覚めるかもしれないし。いや、そう。だってかっこいい人とかいるでしょ。そうですね。かっこいい人とかはいますね。横浜流星みたいな綺麗な人が、言い寄ったりとかした時は、はい、だからといって興奮はしない。興奮は多分しないですね。あ、やっぱそこはもうガッツリ。こんなにイケメン来たら逆に尊敬してしまいます。僕すごいイケメンですね。なんでそんなイケメンになれるんですか。肌綺麗とか近所のおばちゃん。そうですね、性的な興奮は多分出てこないですね。相手からその、襲われる感じになってもできんことはないけど、できないことはないです。全然できないことはないけど、別に僕の方からしたいっていう感情はプライベートではもう出てこないですね。やっぱ男女の撮影の方が、はい、でもその勃起薬もいらんしって感じ。勃起薬も使わないので、体の負担はだから正直男同士で絡むよりかは女性と絡んだ方が全然僕はないですね、体への負担は。ああ、そうなんや、はい、健康的。健康、そうですね。あ、男性と男性の絡みに関しては撮影終わった後結構疲れたみたいな感じがあります。現場ってどういう感じなの？あ、ピリピリ してるもんなの？声出さへんかった、いや泣いて泣いてみたいな。ゲイビデオ一番最初に出す時は声出してって言われてましたね。僕は結構お尻を結構使うんですけど、結構お尻入れられても痛さとかは別に感じないので、一番最初にゲイビデオ出た時逆にもう声もないし無表情が多かったんで、ここに出していこうかとかっていうのは結構言われて。ああ、なるほどね。そっちになるんだ。じゃあ痛さ感じなかったら、そっちはあるかね。痛さはないですね。だって別に穴にね、棒状の棒。棒状のものが入ってこようが、うんちっちしようが一緒じゃないですか。うん、あ、そうそう。あの感覚全く一緒だ。全く一緒じゃない。でも初めての時は、うんちっちと一緒だなって感じです。自分と最初初めてやった人とかで、はい、マジ感覚がさ、出てる感覚あるじゃん。一生謝ってたもん。ごめんね、ごめんねってずっと言ってて。なるほど。そこ違いますね。僕も最初、うんちっち出そうです、出ちゃいそうです、言ったんですよ。うん、言ったから全然出していいよって言われたから、わかりましたって言って、心の中で、絶対出してやると思いながら。だからね、射程ですから。出なかったとでも。え、出てました。しょうがないもんそれは。初めての撮影ってさ、自分で最初処理とかって分かんないやんか。分かんないですね。もうその時はもうそのままぶつけでみたいな感じ。その時は撮影前に干潮はあったよね。これで干潮してきてって、なんかあの一軸干潮あ渡されて、僕干潮なんてしたことないの分かんないから、お願いしますってやってもらいました。ローション塗ってもらって、じゃあ行くよーって言って、入れられてピュッってやられて、あーなんか入ってきました、で我慢してくださいって言われて、我慢してトイレ行って、ナスがままにやってるよね。そうそう、ね、マジ無抵抗。もう全然全くそれは男にそんなに目覚めることはなく、
まあ、仕事で割り切ってんだね。割り切れてますね、僕は。結構、業界的にはやっぱ恩恵が多い割合。まあ、僕がこの業界入ってから知ったことですけど、意外と、恩恵の方でも、こういうゲイビデオに出演してる方って意外とたくさんいるなって感じますね。だから僕も、その、この世界に入ってそういうの知って、すげえ、世界って広いんだなって。こんな世界だなぁと。さっきもチラッと喋ってたけど、AV 男優どうやってなれるんですか？ AV 男優どうやってなれるんですか？ちょっと異例すぎて。どうなんですか？僕はだから、知らないですよね。まあ話聞くと、ただただ流れてさ、そうなんだって感じ。わかんないですけど、まあ、その質問に関しては、あれですよね、多分、もう、シミケンさんのお話とか、オリバヤシさんの話聞いた方が絶対ですね。この間そう、シミケンさんと会ってたやんか。シミケンさんと、そう。どういうスタジオが被ったんですよね。スタジオ被るってあるの？あります。僕が撮影するために現場入りした時に撮影してたんです、もうスタジオ。あ、そういうスタジオ、それ専門のスタジオ？専門のスタジオだと思います。すいません。歴が浅い。あ、そうだね。すごいな。そこで被るってあるんだ。で、そう、シミケンさんの撮影終わって、上に上がってきて、僕、1階、2階、戸建てだったんですよ、スタジオが。うん、で、1階で撮影してて、2階で待機してたんですけど、撮影終わって、上に上がってきてくれたタイミングでお会いして、シミケンさんの方から、写真撮ろうよって言ってくれて。あ、マジで？あの写真、そんな、確かに、シミケンさん。後ろにあなただった、ね。あ、そうですね。嬉しいですよね。どんな感じ？もう、なんていうんですかね。もう、あまり僕、人見知りとかないんで、うん、そうだな。結構こう、言いたいこと言えるんですけど、うんなんですかね、やっぱオーラがすごすぎて、なんか発せなかったです。すごかった。なんか、かっこよかったですね。かっこよかった。僕はシミケンさん自体初めて見たの、小学校4年生の時に、見てたエロ動画に出てきてた。確かにそう。すごいよね。17年前なんですよ、それ。そうだよね。17年前に見てたエロ動画の人が。そう。目の前に。すごい。またなんか崩れてなって、ね。増えちゃって体が。優しいしね。すごい優しかったです。作断で写真を撮ってくれるしね。はい、すごい。次行きましょう。急に切り替えたね。リリックは上手いんだけどね。着陸バリエーションだ今まで一番しんどかった現場は？一番しんどかった現場。うん、まあ、撮影っていうことで言ったら、まあ僕が個人的な方で活動してる男性と絡む方のものになるんですけど、うん、僕はアメリカに飛んで、あっちの男性とそういう撮影をしてきたんですけど、うんうん、身長高いですね。やっぱ普通に。うん、平均値で言っても、ね。身長高いし、あそこの大きさも初めて見る。ジャイアントコックやもんね。本当にすごい。同じ人間とは思えない。ものがぶら下がってる状態ですね。そうですね。だから黒人の方と撮影させてもらった時が一番しんどかったですね。え、その時も大きい台持って行って飲みました。大きい台飲んだし、一錠までなんですよ。本当は一日で飲んで、はいはい、その僕客一錠飲んでもう遅かったんですよ。やばい。やばい。僕のためにね、時間作ってもらってこんな撮影までさせてもらってるのに、僕のせいで撮影が進まないってなるのはもう大変なことじゃないですか。ね、やばいと思って撮影始まってて。で立たなかったんでちょっと休憩入れてもらってすでに一錠飲んでたけど追いボッキャリしたんですよ。本当はダメだよ。本当はやっちゃダメなんですけど、もうその時の僕は結構焦ってしまってたから、うん、もう一錠じゃなくてもう二錠やば三錠ってことでしょ。三錠やばえ、どうなったの。三錠行って結果そんなに変わらなかった。マジでそんなに反応は変わらなくて、うん、もう気合気合で行ってって感じですね。この撮影終わった翌日に3錠飲んだことによる反動が多分来て、頭の血管がマジブチ切れるかと思った。怖い怖い。いや本当に頭がずっとズン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 して痛くて、本当にベッドから起き上がれないぐらい。うん、うわやば。それは本当に大変だった。本当に大変だったです。え、大丈夫だった？特に。まあ結果生きてるから。結果オーラみたいな言い方で生きてるから OK。この女優さん実はめちゃめちゃ体臭きついって人いる？今んとこ僕はいたことないです。ああ、やばいね、はい。男性同士でいる？男性同士でもいないですよ。あ、アメリカで撮影した時は体臭じゃなくて、うん、部屋は葉っぱっていうんですか？おお大丈夫？センシティブにならない。アメリカ特有の葉っぱ。はいはいはい。アメリカって違法じゃないんで。そうだね。あ、でもマジでその。部屋中に漂ってましたね。あー、すごい。多分僕と撮影してくれた人たちは、うん、釣ってる人たちだから、ね、そう。だから、まあ僕全然気にならないですからね。はい。ね、一瞬臭い人はいないですよ。気にするでしょ。気にするでしょ。気にすると思います。え、なんか撮影前とかに歯磨きとかするの？します。するし、うがいするやつ。うがいするし。うん、あ、もうちゃんとみんなエチケットして。もちろんすると思います。ないみたいですね。ないですね。そうないです。あ、そう、これも多かった。陰部見すぎて飽きることはあるか。陰部見すぎて飽きることないですね。みんな違う陰部じゃないですか。
うん、全く同じ陰部を何回も見てるわけじゃないから飽きないですよね。行為自体何回も仕事からするやんか、はい、それ自体に飽きることはない、はいですね。逆に撮影して、あ、ここがダメだったら次回はこうしよう、ちょっとずつ修正を加えてってる感じ。あ、じゃあもうほんまにあれなんだよね、お互いみんなストイックというか、うん、マジで仕事だよね、はい、みんな周りもそうだと思う。行為に至ってる時もいろいろ考えてますね。女優さんに覆っちゃった時とか、カメラ隠れちゃうじゃん。ああ、やっぱさ、やっぱ意識するやろ。まだ歴浅いんで、もうまだ全然勉強することばかり、修正することばかりです。やりすぎて ED ならないですか？やりすぎて ED ならない。逆にビンビン。一日どれぐらい抜くの？一日どれぐらい抜くの？僕は、性欲あるかないかで言ったら多分普通ですよ。抜かない日なんて全然ありますよ。あ、マジで？全然あります、全然あります。毎日抜きすぎて、朝仕事やーとか思いながら。はい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 。でもなんか抜かんとあかんっていう、なんか義務感というか、もはや作業みたいな。数日後この人会うし、はい、絶対やるかもみたいな。まあ、一日二日。かでもそれでもちょっと我慢するというか、はいはい、でもその時の朝やばいもんね。なんかもう、アプリ開いたらもうダメだよね。今からだけでもやりますか、はい、みたいな。すごい。じゃ強いんですね。強い。正直男優になって良かったこととかある？一番はでも、職人を辞めたことによって、うん、自分で好きなことに挑戦できるようになったっていう、うん、だからその男優になって良かったことをちょっとずれちゃった。男優になってよかったこと、うん、で言えば、いや急に転身で男優になってよかったことで言えば、まあだからあれですよね、綺麗な女性とセックスできるっていうのはまあすごい、うん、いい良かったなと思います。中3の意見みたいな、うん、それ以上でもそれ以下でも親に仕事のこと話した？話してないですね。話してないです、うん。親からまだノーリアクション。何も、これ見たねとか。ないですね、今のところ。まあでも、どうせ知られるんだったら何かを僕が有名になってから知ってもらいたいですね。まあでも僕の親は別に、お母さんは結構心配性だから、うん、いろいろ言ってきちゃうかもしれないけど、うん、お父さんはなんかもう好きに生きろ、みたいな感じだ。ああ、そうだよね。お父さんはお前らしいなって笑ってくれるんじゃないかなと思ってます。ちっちゃい頃とか、なんかこう、傷つくって帰ってくると、うん、傷つくって帰って、しちゃったって言うと、ツバつけときゃ治るよ。風邪ひいたら酒飲めるって言うな。そうです。親とはどれぐらいの頻度があって、今一人暮らしだから、年に一回顔を出すようにしてますね。ああ、あとね。はい。今、ちゃんと親を。全然締めれねえな、これ。男同士と女の子相手、どっちが感じますか？しっかり感じるのは女性ですよ。あ、そうだね。でも男性にフェラーとかされても、ちょっと立ちますけどね。うん。刺激されたので、それは男女関係なく。はい、立ちます。立つけど、僕は男性のお尻に入れてしまうと、なんかちょっと慣れてしまう、今。あー。確かになんか最初ら辺とか立つのやってたもんね。まあ、これはもうすごい裏話になるんですけど、うん、入れて、慣れて、カメラ止めて、立たせて、入れて、慣れて、カメラ止めてっていうのを何本も撮って、それ繋げてる。あ、うわー、マジで。これと一緒じゃん。あ、そんな感じなんだ。すごい裏話です。すごい。全然なんかそんな感じせん。だから僕は結構、受け、ほぼ受け。受けは大丈夫。受けられるだけなのは大丈夫です。おティンティンは立たないけど。それってさ、入れられてる時に自分でしごいとけば割と大丈夫。集中すれば。やっぱそうだよね。集中すれば、だから僕はお尻に入れられながらでも射精することはできるテクニックは身につけました。素晴らしい。掴んできましたんでしょ。じゃあこれ最後ですね。はい。リスナーからなんですけど。はい。ぶっちゃけこいつどうですか？どうですか？うん。白鳥さんどうですか？そう。うちがタイプかどうか。いやー、ナイスね。なんでや。とかご視聴ありがとうって。高評価よろしくって。高評価よろしくって。チャンネル登録かって思いたらね。高評価よろしくって。横顔見えた方がいいから、こういうことですね。そうだね、確かに。これね。あ、そうそうそう。うん、え、なんで分かる？あ、分かった。これいい。これいい。しかっ